たまにハペクリーヌが受けになると抜けるプリコね。ハージもあるよ。ということで今回は、ノーマルクエストボス戦での美食伝の会話を紹介します。視聴者は兄貴たちはペコリーヌはどんなシチュが一番抜けるかな。僕は正直マルッチなペコが一番刺さります。周りの男の人が、みんな振り返るんですけど。ポカポカだね。だねっし。こいついつも赤ちゃん落ちかけてんな。森の陽気が気持ちいいのはよくわかるわ。でもそろそろギルド管理協会へ報告に行かない？せっかく魔物を追い払ったんだし。高木も頑張ってるし。ねえ、わかってるんですけどね。最近執務続きで羽を伸ばすの久しぶりで。なのであと少しだけ。朝のあと5分を繰り返して寝坊あるよね。もう少しお休みになっては。主様もちょうどおやつの時間でございますので。やはりお菓子は心の栄養だな。美味しそうに食べているわね。さっきまでは気持ちよさそうに寝ていたし。食って寝た後にやることは一つ。彼を見ていると一緒にダラダラしたくなってきちゃう。じゃあすりゃいいじゃない。日向ぼっこも最高よ。うん、バラバラバラ。初期の野生を失ったキャルちゃん。キャルったら。やっぱり私はあたりを見張っておくわ。みんな安全に休んでもらいたいもの。ええ子やでほんま。そんなのいりませんよ。ここを占拠していた魔物は森の外に逃げていったんですから。シェフィーちゃんも休みましょう。というわけで、はい、森で見つけた中で一番美味しかった果物です。あーん、僕の果物を食べ。ほろん。ペコリーヌさん、おい、食べたじゃないじゃん。ペコリーヌのはでかい。確かに、そうね。これは、あくくく、上の口は正直なようだな。あいちん、あいちんね、お兄さん。はい、いつもの。シェフィーちゃんってば、また赤ちゃんになっちゃいましたね。そんなに慌てて食べなくても。僕も赤ちゃんになりたい。なんでしょう、向こうから地響きが。親の顔より見た魔物乱入。あれは魔物？さっき追い払ったはずなのに、どうして？あ、どうやら戻ってきたようですね。よほどこの縄張りが気に入っていたのでしょう。また撃退しなければ。毎回ボスは何回もボコられに戻ってくるなぞ。そうね、まだちょっと眠いけど、やることはちゃんとやんないとね。さあやるわよみんな。シェフィーも。5人に勝てるわけないだろ。あたり。グーとる場合か。シェフィーちゃん、今は果物を食べてる場合じゃないですよ。だっか。抱きつかないでください。あら、今は遊んであげられないんです。はらめおら。立場が逆転しちゃったわね。一点攻勢は抜ける。仕方ないわ、シェフィーをかばいながら戦うわよ。せいが一点。敗北者。そうよ、そろそろ魔物も弱ってきてるはず。はい、ですが戦うのをやめませんね。大事な縄張りを取られた恨みは大きいということでしょうか。信じて送り出した縄張りが。あっ、魔物が。あいつとシェフィーの方に向かってくわよ。クエマイチボロン。いけません、シェフィー様、早くそこからお逃げください。ママ、ママにも
七星画で出ますよ。あ、魔物がシェフィーちゃんの落とした果物の方に。気がそれたみたいね。でかしたわよシェフィー。さあデカブツ、これでも食らいなさい。プリコネの年末年始はやばいわよ。やったか。今度こそ倒したわね。どうなることかと思ったわよ。本当にまさか一度逃げた魔物が戻ってくるとは。そうですね、シェフィーちゃんの言う通りちょっと気を抜きすぎちゃってたかもしれません。ごめんなさいシェフィーちゃん。おっと、油断たい焼きです。これはキスマキ顔じゃない。あれ、シェフィーちゃん。主様に寄りかかって眠ってしまっているようですね。つい先ほどまであんなにはしゃいでいたのに。子供は急に寝ちゃうよね。シェフィーちゃん少し疲れちゃったのかもしれませんね。私たちが休んでいる間ずっと気を張ってくれてましたから。そうだったわね。じゃあ今度は私たちが起きるまで見守ってあげる番かしら。顔に落書きしたい。そして差し上げましょう。ゆっくりお休みなさいまし、シェフィー様。お兄さん、あらかい。ここでこのお兄さんはどっちの兄を言ってるのか考えたら急に悲しくなってきた。この調子でどんどん行こう。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、一点構成七はいいぞ。あと今回のサムネはピリオド3にお借りしました。ありがとナス。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。